おはようございます6月30日火曜日の東京インフォメーションです昨日からお伝えしている東京都豪雨対策アクションプラン今日は建設局が行っている取り組みについて紹介します近年世界的な気候変動によると思われる影響により経験したことのない猛暑や豪雨、台風に伴う自然災害などが全国各地で生じています 都ではこうした状況を踏まえ東京都豪雨対策アクションプランを定めましたおはようございます建設局の和田です建設局では台風や集中豪雨から都民の命と暮らしを守るため神田川や野川など都内の河川の整備を進めています河川整備は川幅を広げる方法や川を深くする方法を基本としていますが こうした方法が取れない場所などでは洪水を一時的に貯めておく調節地の整備を進めています昨年の東日本台風の時にはこれまでに整備してきた28の調節地のうち過去最多となる21の施設で洪水を取水し特に神田川・環状7号線地下調節地では下流の中野区内において推定で最大およそ 1.5メートル水位を低下させるなど一水の防止に大きな効果を発揮しました現在環状7号線地下広域調節地などの8カ所で調節地等の工事を行っており河川の安全性を一層高める取り組みを着実に進めてまいりますまた建設局では雨量や河川の水位監視カメラの映像を24時間 リアルタイムで確認できる水防災総合情報システムをインターネットで公開しており昨年の台風などを踏まえ監視カメラの増設など水防災情報のさらなる充実に取り組んでいますこれから梅雨が続きさらに夏以降は本格的な台風シーズンを控えておりますので都民の皆様にはお住まいの自治体の洪水ハザードマップなどから 水害リスク情報を事前にご確認いただくとともに、大雨時には水防災総合情報システムから最新の情報を入手し、迅速な避難や水防活動にお役立てください。詳しい内容に関しては、東京都建設局のホームページをご覧ください。都民の整形分析調査報告、都民の暮らし向き、去年の年報がまとまりました。 それによりますと、一世帯当たり年平均の1ヶ月間の消費支出は32万6563円で、前の年に比べて名目1.3%の増加、実質でも0.4%の増加でした。費目別では食料、家具、家事用品、被服及び履物、保険医療、交通、通信、教養娯楽の6費目が増加しました。 詳しくはホームページをご覧ください。映画分野の人材育成事業、タレンツ東京二ゼロ二ゼロの参加者を募集しています。この事業は、映画監督やプロデューサーを目指すアジアの参加者に対して。およそ一週間、映画制作のためのノウハウとネットワーク構築の機会を提供するものです。今年度は十一月二日月曜日からオンラインで実施されます。 募集期間は来月15日水曜日まで、選考期間は9月頃までです。詳しくはホームページをご覧ください。今年度の第1回食の安全都民講座が開催されます。今年度最初となる食の安全都民講座は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ウェブ配信形式で行われます。 今回のテーマは、「低温調理の安全を科学する。」です。ホームページ上に専門家による講義の動画などが掲載されます。開催期間は明日7月1日水曜日から31日金曜日までで、期間中はどなたでも無料で見ることができます。また、低温調理の安全性について都民の皆さんからの質問を募集しています。メール、ツイッター、電話のいずれかで応募してください。 詳しくはホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症に関して、都は新しい日常を徹底して実践するよう呼びかけています。ここまで東京インフォメーションでした。